2018年8月20日今2時13分です。これは昨日の新聞なんですけども、国連の事務総長だったアナン、コフィアナンさんが亡くなりましたというニュースですね。この人は2001年にノーベル平和賞を受けた、国際の平和に貢献したという評価がされている人で、アメリカがイラクに対して戦争を起こした時なんかにも、全然筋が通ってねえじゃないかと抗議したり、実績があると言っても本当にそれで何か紛争を終わらせたりやめさせたりできたかじゃ、はっきりこれこういうものがこの世に終わりましたよというのはあんまり見たことがないよね。だから手放してこの人は立派な人だ、すごい人だよというふうに、まあ、褒めたたえることはできないんだけれども、まあ、そもそも国連というものの存在というのがですね、残念ながらいまいち月完結していない。世界中の人たちが平和を目的に集まって、正しいことを主張すればそれが通って国連で決議されて、悪いことをやればそれが咎められるという組織になっていないということですよね。今国連がどういう組織かというと、中心になる常任理事国というのが5つあって、アメリカ、イギリス、フランス、ヨーロッパの国が3つ、そして今のロシアとそして中国なんですね。でこれはどういう国かというと、第二次世界大戦で、戦って勝った側ですね、まあ、連合軍側、まあ、ロシアは後から参戦したんですけれども、なんせ、第二次世界大戦で戦争して勝った国がこの5つですよ。そして負けた国が日本やドイツやイタリアや、そういうところはこれらの国と比べてこの国連の中における地位が全然低い。何かものを決めるときに多数決で全ての国の参加している、国連に参加している国の多数決で決めるんだったらまだ分かるんだけど、そうじゃないんだよね。今言った5つの戦争の時に勝った国が嫌だっていうと何一つ決まらないっていうね、非常に欠陥のある組織であるというのが残念なところです。まあ、それである以上、アメリカが戦争を起こして、あるいはロシアがどっかの国を侵略して、あるいは中国が何かやっておかしいじゃないか、国連で決議してやめさせようとしても、結局国連にはそれを強制する強制力のある決議ができないということですよ。なぜならばですよ、その当事者の国が拒否権を発動して、あと私たちは賛成しない、だからそういう国連決議というのは成立しないんですよということになっちゃうわけですね。だからこれを今から人類がどうしていけるかということが、私はこれから先の世界の平和の問題につながっていくんだと思うんですけどね。まあ今までのようにですよ、この5つの国が拒否権を持っていて大事なことが何にも決められない、では具体的な力というのはできてこないよね。じゃあとにかく参加している国の多数決で数が多い方が正しいということにしましょうと言って、それで本当にうまくいくかじゃ、それもそう単純な話じゃないよね。利害関係が絡んでくるわけだから、自分たちの得の方に賛成するような今の民主主義のやり方、多数決のやり方でですよ、本当に世界全体にとって都合の良い正しい方法が選べるかじゃ、それもおかしいよね。そうならないだろうということになっちゃうわけね。で、力のある国は自分たちに賛成するように根回しするしね。まあじゃあどうすかいいんだっちゃ難しい話ですけどね。簡単に言えばですよ、正義の心を持った人たちが集まるかどうかということです。それぞれの国が自分たちさえ良ければという考え方で国を運営するような人を自分たちの国の代表として選ぶんじゃなくて、
それぞれがみんながハッピーであるに、あるにはどうすればいいかという考え方に基づいて行動したり物事を決めたり、そういうことができる人たちを自分たちの国の代表として選んでいくことができれば、結局国連もそういう組織になって、どっか一つの国が変なことをやってもそれを咎めることができるようなことになるんだと思いますがね。口で言うのは簡単だけど、実際にはなかなかまあありえないんだろうというような話でさね。まあ難しい、本当に一番重要な問題でありながら、どうしようもない。国連をいかにして正義の味方にするかという話でさね。ということで今日はこれぐらいにしておきます。